トンマーゾ・モチェニーゴのひトンマーゾ・モチェニーゴはベネツィア共和国の元首。元首に就任する以前のモチェニーゴは海軍の指揮官だった。1378年から1381年にかけてのキオチャの戦いでジェノバ共和国を破り、1396年のニコポリスの戦いではベネツィア海軍を率いて十字軍を支援した。 その後、クレモナに、ベネツィア大使として赴任していたが、その間の1414 14年に元首に選出され、選手がブリーナフォンドロに捕らえられるのを恐れて、クレモナから、密かに脱出した。帰国して元首に就任した後、オスマン帝国と和平を結んだが、間もなく、破られ、彼の艦隊はガリポリで、オスマン海軍に敗れた。ベネツィアは1411年から、 ハンガリーのジギスムンとと組んだアクイレア総大司教をルドビーコディテックから攻撃されていたがモチェニー後の元首就任後の1419年にはベネツィア側が後世に立ち1420年までにアクイレア総大司教領からウーディネ、チビナーレ、フェルトレ、ベルーノ、フリウーリを奪いカドーレやカポディストリアも自ら軍門に下ったハンガリーの仲介で和平が結ばれ アクイレア総大司教領はベネツィアに併合された。モチェニー後は商業を大いに進行し、ドゥカーレ宮殿を再建築して図書館を作った。彼は長い闘病の末1423年に死去し、歴代の元首が眠るサンティジョバンニエパオロ聖堂に埋葬された。ありがとうございます。